まりいただきました皆様、こんにちは。少し小雨がぱらついておりますけれども、このような不安定な天気の中、そして土曜日のお昼過ぎ、何かとご用事がありお忙しい中、多くの皆様に県内各地からお越しいただきました。本当に本当に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。今回の選挙戦、18日間という長丁場の選挙戦でありましたけれども、いよいよ今日が18日目、最終日となりました。最終日までこうして本当に県内各地の多くの皆様からお手を振っていただき、駆け出していただき、手を握っていただいて力をいただきながら、私船山尻上がりに元気をいただいてここまで来ることができました。本当にありがとうございます。さて、選挙中もいろんなことがありました。極めつけは昨日のお昼ちょっと前の安倍元総理への銃撃事件だったと思います。第一報に接したときに、私は気持ちの整理がつかないまま、怒りなのか悲しみなのかよくわからない、そんな思いで呆然自失といたしました。多くの皆様と同じように、なんとか一命を取り留めるんではないか、そんな願いを持ちながら、しばらく活動をやめ、じっとその状況を見守っておりました。残念ながら夕刻息を引き取られたという、こんなニュースがありました。本当に心からお悔やみを申し上げます。私は